今日は蘭亭の客室から見える空中庭園のご紹介をしたいと思います。松本です。森です。よろしくお願いします。森さん、何？お部屋によって、庭園が見えるところがあるんですよ。庭園？お部屋？そうなんですよ。で、ここが今4階なんですけども、見てください、こちらでございますよ。空中に浮いてるから空中庭園って言うんですよ。なるほど、なるほど。客室からだと結構見えるのが駐車場とか多いところが多いと思うんですけども、蘭亭は、いつでもこう癒しの、ね、気持ちを忘れないでほしいっていうので、庭園を作ったみたいなんですね。なんかゆったり ね、お庭眺めてるだけでね気持ちがゆったりします。リフレッシュできますね。そうですね。なんか眠たくなってきちゃいました。お風呂に入ってポカ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 しちゃいますね。はい、ぜひ蘭亭に遊びに来てください。